このステージイベントは長崎県内での e スポーツ普及を目指しております。長崎県 e スポーツ協会の協力で行います。 e スポーツ協会の皆さん、質問制になっております。どうもありがとうございます。さあ、今日のですね、対戦ゲームウィーニングイレブンですね。皆さんモニターにも映ってるんですかね。あ、映ってますね。まあ、皆さんご存知のウィーイレでございます。今日こちらのゲーム、対戦していただきますのは志郎選手です。長崎出身のプロライセンスをお持ちの志郎さんです。では早速登場していただきましょう。皆様拍手でお迎えください。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。どうも、はじめまして、志郎と申します。今日はですね、イベントを通して、ウィニングイレブンの魅力が少しでも伝わればいいかと思います。よろしくお願いします。こちらの志郎選手はですね、長崎県長崎市出身でプロのライセンスをお持ちでいらっしゃいます。そして先ほど簡単にご紹介したんですが、来月行われます茨城国体のウィニングイレブンのなんと長崎県代表選手でいらっしゃいます。私たちの代表として来月全国大会に挑んでくれる志郎選手です。さあ、今日はそんな志郎選手の一流のプレー、皆さん見たいですか。これね、なかなか見るチャンスないですから、ぜひ最後までご覧いただければと思います。志郎選手は、ダンタンボーイズというチーム活動をされていらっしゃるんですね。そうですね、自分以外にもあと3人いて、そうですね、10月の舞台でも少しでも目にできるように頑張りたいと思います。ご存知の方も、ね、いらっしゃるかと思うんですけれども、志郎選手はこのウィニングイレブンで2017年にはアジア大会、アジアですよ、アジア大会で4位に優勝されていらっしゃいます。さらには2018年には東京ゲームショー国内最強チーム決定戦で優勝している。もうまさにもう日本、アジア、世界を代表するプレイヤーでいらっしゃいます。では早速その腕前を披露してもらいますが、まずはですね、対戦相手が必要になります。その対戦相手として今回無謀にも挑戦したいと手を挙げてくれる方がいらっしゃいますので、登場してもらいましょう。どうぞ。オーバーズで、お三方はどういった、もうちょっと前に行きましょうか。皆さんはどういった、なんでしょうか、自己紹介お願いできますか。声が出ない。友永と申します。よろしくお願いします。友永さんですね。はい、お二人目は長吉と申します。長吉さん、そして三人目小宮と申します。小宮さんですね。このお三方が挑戦してくれるんですが、実はこの三方ですね、チーム NCC の e スポーツ部の選手でございます。向こうにも今日志郎選手に対戦したいと上がってきてくれたんですが、実はですね、先日国体県代表を決める予選が行われまして、準優勝してるんですよ。こう見えて今長崎県でナンバー2って言っていいですか。はい、大丈夫です。ですから今ナンバー1とナンバー2がこのステージ上にいるということになっております。志郎選手どうでしょうか、意気込みの方は。そうですね、国体のその時も違う山だったんですけども、チームメイトと決勝に来るんじゃないかって話はしてたんで、本当に強いチーム。志郎さんからご覧になってもちょっと一目置いていたチームということでございますね。はい、そうです。これはちょっとハイレベルなゲームが期待できるんではないでしょうか。それでは早速ゲームの方準備に移っていただきましょう。4方よろしくお願いいたします。まずは友永選手から参加するということですね。プロスポーツプロライセンをお持ちの志郎選手対 NCC チームの、まずは友永さんからの対戦ということになります。これ違うチームは、志郎さんがバルセロナを使うということですね。志郎選手がそうです、バルセロナ、はい、そしてチーム NCC がアーセナルを使うということです。バルセロナ対アーセナル。
が入りまして、私はあまり管理する側だから得意じゃないということを言ってますけれどもね、子供に応援で何をしてちょっとよく分かりませんが、早速対戦してもらいたいと思います。今この画面は、フォーメーションなどを確認している画面ですね。シロさん、バルセロナいつも使ってるチームですか？そうですね、いつもはアーセナル使ってるんですけども、今日は、テクニック系が多いバルセロナを使いたいと思います。普段使い慣れてるアーセナルはあえて使わずに。そうですね、はい。シロ選手に先ほど伺いましたが、今日のポイントはやはりメッシ選手がフォワードにいるということで、メッシ選手をどう動かすのか、このあたりにもぜひ注目していただきたいと思います。一方でチーム NCC はアーセナルを使うということですけれども、ではオビア選手聞いてみましょう。アーセナルどんな特徴なんでしょうか？非常に強いチームですね。各個人の能力が高い、3チームになります。ちょっとどの立場から言ってるかよく分かりませんけれども、アーセナルも非常に強いチームということですね。強豪クラブ同士のエキシビジョンマッチ、5分ハーフで行われるということです。まもなく試合が始まります。現在チームのスターティングメンバーを選んでいる段階です。皆様から向かって右側、黒い T シャツを着ていらっしゃる方が長崎県出身の e スポーツプロライセンスをお持ちの志郎選手です。志郎選手がバルセロナ、そしてチーム NCC がアーセナルです。バルセロナのユニフォームが紺色と赤の縦縞、アーセナルが白と赤のユニフォームということになります。それでは前半戦キックオフです。お願いします。皆さん画面見えてますよね？映ってますね。さあ、まもなく前半の45分始まります。この時間はバルセロナ対アーセナル、こちらの試合をお届けいたします。さあ、今試合が始まりました。今ボールを持っているのが志郎さんです。長崎出身のプロ選手、志郎選手からボールを奪ったのがチーム NCC、 白と赤のユニフォームです。さあ、志郎選手がだいぶチャンスです。相手陣内深く入り込んで、さあ、アタッキングサード、エリアの中に入ってシュート、打った、ゴールキーパーキャッチしました。早速志郎選手の素晴らしいシュートが披露されました。今ボールを持っている白と赤のユニフォームがチーム NCC です。さあ、志郎選手がボールを奪い返しました。紺色と赤のユニフォームはバルセロナ、白いユニフォームがアーセナルです。さあ、志郎選手が巧みなパスワークで前にボールを運びます。さあ、小刻みにつないでエリア中に入った、クロスラインでシュート決まりました。見事なサイドからのヘディングシュート、リプレイでご覧いただきます。今のポイント一言お願いします。そうですね、サイドに突破できて最後はクロスということで、自分の理想の形だったと思います。皆様、一流のプレーいかがでしたか？今のが志郎選手の得意の形のゴールです。さあ、チーム NCC はプレイヤーが変わりました。友永選手からオビア選手に変わっています。先日行われました国体代表を選びます長崎県大会の決勝と同じカードとなっております。志郎選手対チーム NCC です。さあ、またゴール前に座っている、ここはなんとかゴールキーパーがキャッチしました。聞いたところによりますと、チーム NCC はですね、カウンター1本に絞った作戦でいくということです。さあ、今もバルセロナに深く攻め込まれています。アーセナルの狙いとしてはここからこのカウンターでゴールを奪いたいところです。さあ、白選手ボールをカットしました。だいぶフリーなスペースが生まれています。また入れながら入って振り向いてシュート打てるか、ここはなんとか。後半に向けて意気込みお願いします。勝ちます。それだけです。さあ、勝ちますと言ってくれました。さあ、後半45分に移っていきたいと思います。
エンドが変わりまして左から右に攻めるのがチーム MCC アーセナル、白と赤のユニフォームです。1点リードの白選手はバルセロナ、右から左に攻めていきます。今ボールを回しているのは白と赤のユニフォームアーセナル、チーム MCC です。さあアーセナルエリアの前にシュート、しかしここはゴールキーパー何とかキャッチしました。後半の立ち上がり最初にシュートを打ったのは挑戦者のチーム NCC です。さあ白選手のバルセロナがボールを持って左サイド高い位置に上がっています。エリアの中に2人の選手、クロスが上がりますがここはなんとかアースまでカットしました。ボールを小刻みに前につなげていきます。今度はアースナルがハーフエラインを越えて前線にボールを放り投げましたがカットされました。さあ白選手、1点目は右サイドからのクロスヘディングシュートで1点を奪っています。ただまだ白選手のリードは1点です。 MCC チームには十分チャンスがあります。後半の今20分経過、残り25分です。さあまだ1点差ですので指導選手に勝つチャンスは十分残っています。さあゴール前だ、クロス上がりますが、しかしここで試合終了となりました。1対0、やはり強かった指導選手、見事な勝利です。大きな拍手をお願いいたします。いやー、白選手いかがでしたか。そうです、まあ、1点しか取れなかったのは残念ですけども、まあ、勝ててよかったかなと思います。でもやっぱり1点目の右サイドから崩してのセンタリング、そしてヘディングシュート見事でしたね。そうです、まあ、ああいった形がまあ強いので、まああいった形を参考にしてもらえればいいかなと思います。あ、なるほど、これは皆さんにとっても役に立つ情報かもしれませんね。そうですね、実際プレーしてみていかがでしたか、チーム NCC の皆さん。ちょっとあの今日天気が雨だったので、我々ちょっと雨が苦手なもんですから、ちょっと晴れだったらまだ分からなかったかなと思います。ゲームは全然関係ないんですけどね、ゲームの中では晴れてましたけれども、まあ、ちょっとチーム NCC に言い訳するんですね、ちょっとね、ダメですよ、仕事で言い訳するようじゃね。オビエさん、いかがでしたか。今日、県庁決勝の時と全く同じ格好で来たんですけど、ちょっと接触を出せないと残念です。ね、試合前にはね、今日なんとか勝って国体代表権奪い返そうみたいな、ね、そんな気持ちもね、ありましたけれども、やはりプロ選手、白選手の壁は非常に高かったです。チーム NCC の皆さん、どうもありがとうございました。さて、ご覧いただきましたのは熱き戦い。ぜひ自分もですね、白選手と対戦してみたいという方いらっしゃいましたら、今日特別にですね、対戦の場を設けたいと思います。どなたかエキシビションマッチ。